よかったな。たくさん取っていいって言ってくれたべ。裏山にゼンマイもあるすけ、山菜料理作れるっきゃ。メイリンもシャオレンも喜ぶべ。レナは肉の方がいいべったって。あんた山菜嫌いとかある？なかったら楽しみにしといてけろじゃ。山登ると疲れるね。あれなんかこの2ヶ月で運動不足になっちゃったんだべな。ちょっと休んでっていい？ごめんね、だらしなくて。生き返るべ。んだ、魔力の使いすぎだべな。いつもより出力大きかったすけ。きっと魔力性も疲れてるすけ。ちょっとずつ慣らしていかないとね。んだば、ちょっと話すべ。あんた年度が変わってからも忙しそうにしてるすけ。たまにはゆっくりしたいべ。本当はね、魔物と戦うってのもしたくなかったんだ。おら、強くないべ。戦うの好きでもないべ。覚醒しなけりゃ、ずっと畑だけいじってられたのにって。ああ、おらんち農家だすけな。天然食料のな。父ちゃん母ちゃん、働いてるとこを見て育ったんだ。毎日、早くに起きて、機械動かして、畑の世話して、オラも手伝ってたよ。そんで、将来一緒に働きたかったべ。だすけ、魔法使いに覚醒した時は、残念でね。ずいぶんわがまま言ったっきゃ。子供の頃の話だすけな。学園に来て、魔法使いの授業を受けて、トラチオたちに会って、マシロに会って、レナに会って、メイリンとシャオレンに会って、そんで、あんたに会った今はな、楽しくて楽しくて仕方ないすけ。ほんとだよ。おかげで好きなこともできてるべ。あんたのおかげで、明るい未来を見ることもできたっきゃ。だからね、あんた、ちょっと休んでもいいのにね。んだよ、休まねば。周りが騒がしくするんだば、オラんとこ来るか？なんてな。ま、オラは別にいいすけな。